何やってんのよ。にあるんだって。自ら持ち主を選ぶかのように現れたり消えたりする謎のペンダントって。 2,3 年前にも現れたことがあって、その時は大変な事件が起きたそうよ。私も転入組だから詳しいことは知らないんだ。D 組の光さんがその時事件に関係してたらしいけど。そういや、あんたは光さんとはあんまし仲が良くなかったっけ。まあいいわ、なんだったら私が話聞いといてあげるけど。そんなことよりさっき言いそびれちゃったんだけどさ、ちょっと学園祭のクラス展示で買い出ししなきゃいけないんだ。今日の放課後付き合ってくれないかな。仕事何にもしてないのは桐生誠あんただけよ。少しは手伝いなさい。興味あるとかないとかそういう問題じゃないでしょ。そんなんだからクラスから浮いちゃうのよ。言わないでよね。
たことはどうでもいいから、買い出しに付き合うのか付き合わないのか、一体どっちなの。わかればよろしい。お世話よ。いいよ、私も美術部の部活あるし。じゃあ終わったら教室待ち合わせってことでいいかな。はいはい、そこの2人、仲良くおしゃべりはいいけど、ホームルームが始まったんだから席に着きなさい。みんな、なんで私がここにいるのかって顔してるわね。実は担任の金坂先生が学会の研修に行かれたので、お戻りになられるまで私がこのクラスの担任代理を務めることになったの。理事長代理で担任代理、代理尽くしだけど、みんなよろしくね。静かに。学園祭まであと2週間。お祭り気分になるのはわかるけど、それと授業とは別ですからね。それじゃ、ホームルームを始めます。キリュウ君、これから部活かしら。
その理事長代理って呼び方どうにかならないかしら。これから理事長室で執務よ。まったく面倒ったらあるしな。まあ暇があったら顔でも出してよ。バンドのこととかいろいろ聞きたいし。演奏してよ。キリュウ、第三弦が伸びちゃってるよ。これじゃあ音合うわけないよ。このギターはリリスがそのうちお引っ越しするんだから大事にしてほしいの。そうだよ、契約はとても神聖なの。誓いを破ったらリリス死んじゃうんだから。
リュー、間違い多いよ。リリスが教えてあげる。リリュー、調子悪い？演奏に全然力がないよ。わかるもん、力ないもん。わかるもん。本当に大丈夫？リリスが直してあげよっか。作曲のアイデアの枠、魔法を使うの。こうやってしてあげようと。キリュウ、リリスの魔法を信じてないの？